我は闇に生きるくの一。どれだけ月が照らそうと誰も捉えることはできない。我こそは夜を滑るくの一なり。こんな感じでしょうか。くの一って難しいお仕事なんですね。この格好大胆すぎませんか。この芝生これが夜を滑る者のいでたちか。くの一というんでしたっけ。カズマさんの国の伝統的な職業、忍者の女性版という話でしたが。夜の闇に紛れる暗殺者、歴史の表舞台には決して浮上せず、常に影に徹して敵を撃つ隠密の達人。ふむ、コウマ族の金銭に触れる設定だよ。露店街の福引きで当てた商品がまさかこんな変わった衣装とは思いもしませんでした。大方カズマかアクアが作ったんだろう。それにしてもこの装束、見れば見るほど色っぽい仕上がりだ。ちょっとアルエさん、そんなにじっと見られると恥ずかしいのですが。福袋に入っていた説明書によると、くの一は目的達成のために色気で男を籠絡するらしいからね。男を籠絡？どうりでこんなに大胆な。使える女の武器は全て使う。それが我らくの一なのだよ。せっかくだから色気で男を落とす練習をしてみないかい？いきなり無理ですよ。私はただの魔道具店の店主ですから。ここで学んだことが役に立つ日がいつか必ず来るはずだ。小説の執筆の際には特に。私は小説を書いたりしませんから。ねえあなた、ちょっと私と遊んでみない？どうしたんですか、アルエさん。あ、もしかして。あら、お姉さん、もしかして私と遊ぶのが怖いの？アルエさん、演技だとしても近いです。顔が近いです。大丈夫よ、すぐに天国に送ってあげるから。はい、死んだ。ほえ、これはおもちゃのナイフ？本物だったら刺されて終わりだったね。これがくの一の色かさ。なるほど、くの一とはそういうものなのですね。わかったところで、次はウィズさんの番だよ。さあ、やってみて。そんな、私が？さあさあ、早く。良いではないか、良いではないか。それはカズマさんがよからぬことを考えているときにたまに言う言葉ですよね。私には色気なんて無理です。恥ずかしさで逃げ出してしまったか。あの衣装のままで大丈夫かな。だが恥ずかしがり屋のくの一というのも面白い。そんなキャラクターを主役に物語を書いてみるか。この巣場